はい、今日は空気スクイーズをチュルチュル系スクイーズに作り変えてほしいというリクエストがあったので作り変えていきたいと思います。はい、こちらを消臭ビーズとかのね、ビーズでも大丈夫ですよっていう話を聞いたので、これは消臭ビーズですね。個人的に前にこの消臭ビーズを風船に入れてスクイーズを作ったことがあるんですが、その時はね、このビーズを膨らましすぎてしまって、こうちょっとつまんだだけで割れてしまうような状態で、中でね粉々になってしまうということがありました。なので今回は膨らみきっていないちょっと小さめなものを選んで入れたいと思います。はい、では入れていきたいと思います。ちょっとね、お外雨が降ってるんですけど気にせず切っていきます。はい、チョキチョキ、はい、もうちょっと玉が開きますね。チョキチョキ、くそ、はい、穴が開いた音がしました。この穴をちょっと広げて、ここにね、上部入れていきます。こんなね小さな穴なので、こう広げたままね、ここで入れるっていうのは難しいかと思います。なのでこういう上部でね、よいしょ、キュッと、ちょっと今回穴が小さすぎたかな。あ、そっか、まだ光る玉を出してなかった。はい、こちらをね取り出します。おっとっとっと、よいしょ。はい、そしてこの穴に上部を入れていきます。はい、ではここからビーズを入れていきたいと思います。結構ね、消臭ビーズもいろんな色があって、うん、可愛かったですね。今回はピンク紫系と水色系のものを2つ混ぜました。さて、どんな感じの色合いになるんでしょうか。トントントン、結構たっぷりめに入れたいと思います。よいしょ、トン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 、おお、すごいたくさん入りましたね。もうちょっとかな、ぎゅうぎゅうに入れます。もうちょっと入るかな、結構入れますね、うん、よいしょ、おお、もうちょっと、よいしょ、おー、たっぷり入りました。こんなかな、と上の方まで結構たっぷりめに入りました。もうちょっと入れられるかなぎゅうぎゅう詰めになりそうだけど、全部入れちゃおう、ぎゅうぎゅうって言うとね、入らなかったりするんですけどよし、まあいいか、こんなくらいでちょっと残しますけど、はい、上の方まで結構ぎっしりめに入りました。ではここをボンドで留めていきたいと思います。はい、直近したボンドですまずはね、入り口を、よいしょ、入り口をしっかり塗っていきます。で、止めます。そして周りにぐるっと一周、よいしょ、一周ボンドを塗ります。
プリめでいいです。はい、たっぷりめに塗ります。ではここで、よいしょ、乾くのを待ちたいと思います。はい、だいぶ今の時点でもね気持ちいいんですけど、はい、乾くまで待ちます。はい、ボンドが乾いたので触っていきたいと思います。戻り方がすごいですね。色合いもとてもね、あのピンクと青と白がいい感じのバランスで、中でねツルツルっとプルプルっとしている感触がとても面白い感触です。ちょっと水も入れた方が良かったかなって思ったんですけど、でも水でねある程度こう中のビーズが膨らみすぎてしまうと、壊れやすくなるので、中でね砕けやすくなるので、今回みたいにこのビーズ自体が吸い取っている水分だけでまあいいかなっていう感じがありますね。すごくデコボコな感じに見える。面白いですね。気持ちよさというよりは楽しさの方が、面白さの方が強いスクイーズになったと思います。はい、というわけで今回は空気スクイーズに香り玉を入れてチュルチュルスクイーズと言われるものを作ってみました。おしまい。